どうも、あの、麻雀店をやってる時にね、毎週日曜日の夜って、ニコ生放送してたんですよ。オープンリーチからニコ生放送って感じでね。まあ、コマーシャルが弱くって、あんまりアクセスにはなりませんでしたけどね。なんだこれ。なんかありますね、ここにね。そ <laughs> れで、ね、あの、まあ当時、麻雀店やってる時って、そのデジカメで麻雀やってる風景を撮って、それを YouTube にアップロードするみたいなこともやってたんですけども、アクセスは結構稼げてましたね。 アクセスが結構稼げてそれをもとに集客にしようかなと思ってたんですけども当時はあの広告収入とかなかったんでねそういうのは、うん、だからこれはそういうのいけるなと思ってたんですけどもその前に店が潰れてしまいましたねですんで今もしね麻雀店をやっていて、まあ、そこそこ弱い赤字とか黒字だったら、まあ、映像をどんどんアップロードするみたいなことしましたねスタッフの A さんの手配とかね、うん、それでなんか 結構マージャンって、えー、たまに見どころが来るんですよ。で、それを編集して、なんか切り抜き動画であげるみたいなことをしていたかもしれないですね。そのね、発想はね、なくもなかったんですよ。つまりは、店舗の経営は、コンテンツを作るためにあって、そして、収益はあ、インターネットでするみたいなねで。そうすると、お客さんに無料で開放しても、コンテンツで稼げるみたいな流れはできたんじゃないかなと思うんですよね。うん まあ今ねマージャン店をもしやっていたらそういうのをやってたでしょうね当時はもうどうやって閉めようかっていう段階だったりとか、うん、それに加えてまあそうですね、うん、一刻も早く離れたかったですねマージャン店からねまあでも今本当にマージャン店で苦労されている方はそういう方法もあるんじゃないかなというふうに提案することができるかなってとこですよねまあ映像ってのは本当ドライブ動画に限らず何でも映像になりますよね 人がいるところ、人が見るところ、人が経験するものっていうのは、もうすべからく映像になりますね。もうすでに人がいないところも映像になるかもしれないですよね。うん、例えばどっかで地下の湧き水がコンコンと湧いているところをずっとカメラを仕掛けておくみたいな感じで、人は行かないけど、そこの映像を見ることができるとかね。うん、なかなか面白いんじゃないですか。うん、あなんかね、春になるとね、ツバメの巣を映像している ライブ放送とかが結構アクセス集めるんですよもう手間いらず人も出てこないただツバメが餌をこうねもらってどんどん大きくなってで巣立っていくまでがラストシーンみたいなね、うん、なんか結構ね見始めるとね見ちゃうんですよね同時接続1万人とか2万人いるんですよそれでも何でもいいですね確かに。